構想です。従来型の6軸ロボットではご覧のように前方方向にオフセットしているため正面にアクセスすることは得意ですが、背面へのアクセスはアームが届かないといったデッドエリアが多くなっています。またロボットによっては背面が動作エリア外のものも存在し、背面での作業は得意ではありません。このような従来型ロボットが背面へアクセスしたいという場合には、軸を大きく旋回させアクセスしたい方向へ正面が向くよう障害物を回避しながら大きく動くしか方法がありませんでした。一方 N2 は腕が折りたためることにより最短で背面へアクセスが可能、大きく旋回するような無駄な動作時間スペースが不要でシンプルに効率よく作業が行えます。またこのショートカット動作をうまく使うことで360度以上の旋回が必要となる作業でも無駄な戻り動作をすることなく旋回を続けることができます。この特徴は前後を棚やラックに挟まれた通路など今までロボットを入れようと思わなかった狭い空間にも自動化のチャンスを広げますし、従来型ロボットを使っていた円筒形配置のライン、このように装置に囲まれたスペースなどより小スペースで効率の良い360度アクセスによって生産性の改善につなげることができるんです。また N シリーズはつい先日11月27日に開発発表されました新ラインナップ N6 が追加されます。今回の iRex2017 では皆様向かいまして左手に展示してございます。後ほどご覧ください。この N6 は下半重量 6kg、 アーム長 1000mm と N2 よりも高下半ロングアームの機種になり、 N2 では対応しきれなかった大型の棚やラックへのアクセス、重量物の搬送、組み立てに対応したモデルとなります。N シリーズ特有の腕が折りたためるという機構により従来の6軸ロボットよりも棚や装置に近づけるということはもとより、アームが高さ方向にもアクセスしやすくなっているため背の高い対象物にも対応ができます。この高さ方向に有利な特徴を生かし、高い棚を積極的に利用したり装置を重ねて配置したりといった高さを有効活用したレイアウト配置もご検討いただけます。今までは水平に広げていたラインレイアウトを立体的に見直し、より工場の小スペース化を進めることも N6 を利用することで可能となります。さあ続いてはセンシング S250 シリーズ。
Thank you.